信州大学の山崎と申します定型物操作のデジタルツイン化に関しましてご説明をさせていただきますまず自己紹介を始めさせていただきます名前は山崎紀美と申します信州大学の所属です右側の研究実績をご説明します 知能ロボティクスを主な研究分野としておりましてその中でも特に柔軟物操作に力を入れて研究活動を進めていますロボットビジョン動作計画行動学習システムインテグレーションといったあたりのキーワードで様々な研究活動をしており製品製造ですとか生活支援の文脈での共同研究実績がございます現在新州大学で自立のシステム研究室を主催しております それでは研究開発テーマに関する説明を始めさせていただきます。不定形物の操作を含む作業は自動化が困難であるという事実がございます。背景を説明しますと、製品製造、解体、リサイクル作業には多くの不定形物操作が含まれています。例えば布、ケーブル、革、ゴムなどがその不定形物に含まれます。右ににありますように 持続化の社会という言葉が最近よく言われていますけれどもそういったところでは製品リサイクル変えたいといった作業が含まれてきますそれらは衣類や家電乗り物に対して行われるものですけれどもそこに多くの不定義作業が存在するということですそしてこれらの多くは現在人手に頼っているという状況ですこれらの自動化がなぜ進まないかと言いますと3つの課題があると考えています 一つは不定形物操作の理解2つ目が計算機上での不定形物操作の再現が難しいことそして効率的な自動化の手順が現在定められていないことなのです本研究ではそういった現状を鑑みまして不定形物操作の自動化を容易にする開発環境基盤を提供したいと考えております現在不定形物操作熟練者が多くの作業を行っていますが これをロボットに代替させてるとなった場合には、多くの試行錯誤が必要になり、負荷が大きいという状況です。そこで我々はこの下にですねこのような仕組みを加えることを考えています。実現方法をここに ① から ③ でお示ししました。まず、不定形物操作の計測とモデリングをします。課題として何をどう計測し表現するかというところがありますけれども、ここを解決していきます。 次に実現方法2としてデジタルツンを行います。これはこの左の図の下に当たるところでして、定形物操作は計算機上で正確に再現するというものです。3つ目に自動化業務の効率化を全体として考えたいと。これにはまずこの下のです、ね、自動化促進基盤ソフトウェアを活用しまして、えー、早く正確に自動,化あの自動化を進めていくということです。そして、えー、この下の方のです、ね、サイクルに入れることで、 試行錯誤の負荷を収めて熟練者人間の熟練者からロボットへの自動化を進めていくという流れを考えています想定する活用方法をいくつかご紹介します1つ目が自動車等の製品製造よび解体です例えば座席の組み立ての自動化がありますし他にもケーブルやゴム枠等の取り外しの自動化があります次に衣類のリサイクルです 例えば衣服の分類と仕分け作業の自動化を指します。他にもボタンの取り外しと部品への分解があります。最後が家電製品の製造等です。えこれは右の写真にありますようにケーブルの配線等が含まれます。え私どもの研究チームは不定形物操作に関してえいくつかの知見を持っておりましてえそのあたりが本プロジェクトにおける強みとなっています。 1>, 1つ目が、定形物操作の適切なシミュレーションです。我々の技術を使いまして、検証実験の多くをシミュレーションで代替可能にします。そして、シミュレーター内でロボットが定形物操作を試行錯誤できるようにするということです。もう一つが、ソフト、ハード両面からの自動化デザインです。我々は知見として、熟練作業者を適切に計測するといった試みを進めてきています。 またいくつかの方法により不定期別操作がうまくいくという経験があるため適切な学習アルゴリズムを選択するということを可能にしますもし単純なロボットハンドで作業が実現できない場合には右に,図に示すような新たなハードウェアを設計・制作し取り入れていくといったことも考えます以上をまとめますと我々の研究グループの知見をフル活用しまして 上のようなお話の適切な組み合わせにより自動化を効率的に遂行できるようにしていきます。技術的なところを少しお話しします。我々は不定化物操作をシミュレーター上で適切に再現したいと考えております。いくつかの研究課題があると考えておりまして、ABCD で示しております。一つ目が計測と操作の話で これは不定形物操作をきちんと計測してロボットがそれを操作するといったお話になります。次が B 不定形物操作のモデリングです。これに関しては操作することによる不定形物の変化というものを適切に学習するそういった方式を意味します。3つ目がデジタルツイン環境の構築です。仮想世界での操作再現と行動学習を可能にします。そして D 不定形物作業の自動化ということで。 この現実世界と仮想世界の間の差異を少なくしまして仮想世界での学習世界が現実世界で使えるようにするということです。以上をもちまして実機を用いた試行錯誤を減らしつつ不定義操作を適切に増加することを目的とします。本研究開発では以下の技術開発を必要とする企業ご担当者などとの意見、えー、交換を希望いたします。 一つデジタルツイン環境のパッケージ化および製品化です。これは単一のパッケージで多くの自動化に対応できるように実装を一般化したいという試みでありまして大学側、我々としては、a k 操作の計測やモデリング手法を新たに提案、検証いたします。そして企業の方々には大学側の成果を引き取っていただいて企業独自のデジタルツイン環境を拡張していただきたいということです。 次にデジタルツイン関係を活用した工程自動化です既存の方式を刷新するような不定期物操作の自動化を進めたいということです大学側は工程の自動化方策デジタルツイン関係のプロトタイプの提供をします企業の方々には大学と密に連携しながら機動機及び周辺機器を新たに構築するという方式を考えていただきたいと考えております以上ですどうもありがとうございました